こんにちは、ゆきです。今日はバッグの中身をやります。今日はね、スタンダードサプライさんのバッグ両方なんですけど、カジュアルな格好でお出かけするときに何バッグの中身に入れてるのっていうことで、こちらで準備しました。こっちのサイズの時もあるし、ちょっとこう本当になんかカジュアルにプラッと行きたい時の感じでちょっと分けさせてもらったんですけど、こっちの大きいのはどういう時ですか？はい、ねこっちはね、普通にお出かけの時もよく使えますし、あとはお散歩の時にもこれを使ったりするんですけど、その緑の小さい、こっちはわりかしがもう化粧ポーチとかも何もないで、ちょっとフラットも出かける時の用のバッグになります。じゃあちょっとバッグを開けます。あ、こういう感じですね。ちょっと豪快でしたね。じゃあどれからいきますか？はい、そしたらどうしよう。でもお財布とかからいきます。そうですね、はい、これはクレドランさんのです。はいはい、このお財布のいいところはここがね、こう取り外しできるんですよ。すごいですね。こうやってパチパチってできて、正直カバンにもっとミニポーチになると入らない時あるから、これにもうカードとか入れて、いいですね、そのまま入れてそれだけで行く時もあります。本当にすごいね、これ外せるだけでめちゃくちゃ便利。皮もこう柔らかくてこうプニプニしてるんですよ。そうだからすごく柔らかいし使いやすくて、そうこんなお財布を今使っております。こちらはですね、もうすごい結構経年変化してるんですけど、これはスタンダードサプライさんのキーを入れる、私ケース、はい、そうです、車のケースと、車のケースじゃない車のケースって怖いですね。大きめですね。もう見それ入るもう完全に未来人ですね、もうねもうドラゴンボールね。もうそうなんです、車 の、 キーと、あと家のキーが入っております。あとここにもね、ちょっとこうなんか入れるので、ここにもねこう、まあ、お金も入りますし、指輪とかもね、小物とかも入るので、はい、これもね愛用してます。スタンダードサプライさんのその赤ってすっごいこうなんです、大人っぽい赤だから、めちゃくちゃねこうなんだろう、使いやすいというか、あとこうカラーものでこうモノトーンとか好きだわっていう方はこういうので遊んであげるといいかもですね。こちらはですね、タイドウェイさん の、 名刺入れになります。で、雪フィルム名刺がじゃじゃん、まだ見たことない方もいるかな、こういう名刺があります、ちゃんと。そうなんです。でも責任ですね、必ず私忘れるんですよ。確かに私でも見たことないね、ちょっと無礼者ですそう、誰か持ってないかなと思って、前はディレクションの子に渡してたんですよ、はいはい、私のも。でも2人で忘れるっていう、2人とも、はいはい、私持ちます。あ、いいですかじゃあちょっと何枚か今度は、ね、ストックとしてね、あ、確かに。あとは次はどうしよう、これにしよう、はい、これはね、ジュガードさんでチョイスしたリーディング、さっきもちょっと陥ったんですけど、字がね本当に見えない。ジュガードのやつ、はい、そういう見た目、はい、リーディングっぽく見えない。いや、ね、そうなんです。これね、そう、おしゃれなサングラスみたいな、ね、これすごい、はい、近いところが、あ、そうなんです。もうめちゃくちゃもう出そうが、もうすごいもうめちゃくちゃもう見えますよね。おすすめです、本当に。もうだって全部、一律の金額ですもんね。そうなんです。だからぜひ皆さん直営店もねできたんで行ってみてください。あとお店図鑑の方でもチェックできるんで、ぜひご覧ください。そう、これねヘッドホンで、これはね昔去年かな、息子に誕生日でねもらったんですよ。そうでもらって、そうセンスがいいプレゼント、すごい嬉しかったです。もうこれのすごい良さはやっぱ軽い、うん、そう、もう一つヘッドホンあるんですけど、こっちの方がねちょっと軽いので、うん、軽さを重視するとこっちの方がねいいかな。私ヘッドホンともう一つイヤホン
も欲しいって言って、うん、イヤホンもこの間一緒に買いに行ってもらったんですよ。でこれがいい、お母さんにはこの機能必要ないから、すごい、すごい分かって、めちゃくちゃなんかそのアドバイスが的確です。あ、そうですね。でも息子さんにいただいたっていうエピソードも素敵です、うん、素敵ですね。ありがとうございます。なんかね、なんか嬉しいですよね、子供からね、うん、もらえるのって。じゃあ次ですね、はい、次はね、どうしよう、これ、これはね、あの今紫外線すごいじゃないですか、はい、で私これなんか調べて、どうやらなんかその紫外線 の、 その予防のために今よく美容で白玉韓国とかそう注射とか、はい、点滴ありますね、あるじゃないですか、はい、私痛いのとかすごい嫌なんですよ。なるほど、うん、そしたら調べたらこれがどうやらいいみたいで、3つ買いして、これは具体的に言うと何なんですか、うん、サプリメント、あ、そうなんですよ、そうなんですよ、シミ予防、あ、そうです、そうです、そうなんですよ。で、1個の粒もこれ等身大なんですけど結構ね、大きいんですよ。大きいですね。これがで横幅もあるので、結構あの飲むのがあのよく粒飲めない方は結構きついかも。そうですよね。それ、その大きさは。そうなんです。で1回に3回でこれ確か1日2回なんで、多いですね。そう多いんですよ。これ今ね3本ちょうど3本注文して、はい、3本目の終わりなんですけど、はい、前よりも日焼けしにくくなったかな。すごい。そういう部分に効いてくるんですか。日焼けしにくくなる。そうなんです。まあね、多分注射ほどは多分サプリメントなんで、うん、あのね、速効性とかは多分違うと思うんですけど、ただやっぱ飲み続けてると違うかも。で次はじゃじゃん、これです。こちらです。何ですか。これはリップグロス、あのあれが入ってるんですよ。ぷっくりする。プランパーみたいな。あ、そうですそうです。はい。あのこっくりしてるんで、あの。わりかしら普通のグロスよりは剥がりにくくて、はい、あ、これをねお家の男にテレビ台の下にこうパッて置いてたらね、氷を削ったような、ちょっとガサガサしてます、ね、ガサガサしてますよね、本当に。これはね孔明がねかじった後ですもんこんなもう歯でかじってクチャクチャってして、でもうその時もね、こんなにあってもダーッみたいな、分かるんですよね、やばいことしたみたいな、そう、なんかやらかしたぞっていう、そう、うん、そうなんです。でね、次はこれ、これはね、あのスヌーピーの、ね、これですね、タングルティーザー、ね、この櫛ね、もう出す、いいですよね。これのいいところは、まあ、普通でも使えるし、頭皮にもこういいし、あとこのね、ちっちゃいのこの先端の長さが違うじゃないですか、はいはい、絡まった毛をこう、あ、なるほど、ちゃんとほどいてくれるんで、そこもすごくいいし、あと頭皮にもね、いいですよね。そう、気持ちいいです、ね、そう、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。でね、これがねファンの方からもらったんです。あ、そうなんですね。そうなんですよ、あのイベントの時に、で私スヌーピー好きで、本当にこれとスヌーピーセットで、いろいろいただいてね、すごいありがとうございます。もうめっちゃ使ってます。これ夏は暑い、そして汗みたいなの時に、この全身用スプレーにもできるし、頭皮にもこう、だから爽快感いいですね。でも本当ね、これやるとすごい気持ちいいです。あとね、虫除けにも、ありがたい。そうなんですよ、これなんか爽快感になって、虫除けもあるから、すごい、ここまで匂いが、あ、匂いますか、あ、きますよね、爽やかな、爽やかな香りがね、しますよね。あと次こちらですね、こちらはですね、山中吉田ってわかりますか。富士吉田です。あ、そうです。そこに行った時に、これハンド、あの民芸品なんですよ。へえ。そう、お土産っていうか、なんかこうお菓子売ってると思うんですけど、美味しい。この金な感じとか、おめでたい感じ。そう、なんかパワー。ナス。あ、そうなんです。そうなんですよ。こう。富士見たか、サンナス。と言いますよね。もうね、ちょっとね、やっぱね、パワースポットの富士山みたいな。なんかいいことありそうですよね。いや、そうなんですよね。なんかご利益をね感
じます、ね、そう、こんな可愛いからね買ってきました。でこの中身がですね、じゃじゃーん、これ自慢したい串なんですよ。ちっちゃい、そう、ちっちゃい、そう、めっちゃミニなんですけど、これね、あのいつもお世話になってるヘアメイクさんのナオさんという方に、韓国にナオさん行かれたんですよ。でお土産にねこれもらって、でもなんで私にこれかっていうと、この前髪ですよ。これね、このゆきさんがこれが必要って言って、これあの買ってきてくださって、ちょっとべっこっぽいのがおしゃれじゃないですか。なのでこれもね愛用して、ちょっとお気に入りです。かわいい、はい、次が、あ、これもね実はソファンの方からもらったんですよ。これもイベントの時に、これアロマオイルで私をイメージしてくれて、こういう、あ、じゃあまた来ますね。行くかな。本当私こういうグッズが大好きすぎて、あ、いい湯来ました、ね、寝る前とか、あ、そうそうそう、もう言いたいですね。そう、もうふりちゃんが言ってくれたみたいに、枕とかにシュシュってやるだけで安眠。あ、もういいな。もうすごいね、これもすごく嬉しいです。もうあとはじゃじゃーん、これももらったもの。これはですね、ハンドクリーム。これもね、そういただいたんですよ、ファンの方が。そう、私今までバッグの私物とかのご紹介するときに、結構ねアロマのもの実は紹介してるかもですね。あ、そうなんです。過去に。そうなんですよ。やっぱアロマの匂いとかすごい癒されるグッズとか、もう何個あってもいいですよね。そうですよね。持ち歩きたい。いや、そうなんですよ。まだ。そしてもうね、また。あ、これも、これはね、見たことある。はい、そうなんです。これはね結構紹介してますよ。でもね、これじゃあ使ってみてほしい。まず使ってみてもらう。首とかに、はい、ここでロールになってるから、はい、肩こりとかで、どこにあのここからこうグッてしてあげると本当にスッて効いてくるんですよ。多分ね、すごい、すごい、来てます、来てます。で匂いもね、めちゃくちゃすごい素敵な、いいですね、これ。もうね、私このこれで疲れてるときは、ここのあのもうこうやってマッサージして、あ、でこめかみにやってあげるだけでも、こうちょっとね、こう疲れが取れて、でこのサイズがもう絶妙すぎて、そうです、リップサイズですよね、うん、だからね、でもこういうサイズね、すごくやっぱいいですね。そしてこれは私のあの皮膚が荒れた時のような薬です。ちょっと前まで首がめちゃくちゃもう荒れたんですよ。もう多分ね、やっぱり日中日差しも浴びるし、紫外線対策とかいろいろしないと、なんかちょっと気抜くと荒れたりとかするので、荒れた時のようキュアレア、はい、使ってます。これはこんな感じですね、はい、これは大好きな飴の中で王様ですもん。龍角散にはまりだすと、はい、私1日1袋開けてた時あったんですよ。びっくりしますよね、多分。びっくりしますか。最初これを食べようと始まったきっかけが森さんなんですよ。海外に行ったって言ったじゃないですか。あの時に森さんが龍角散くれて、ちょっとやっぱり喉がやられて、そしたらそこから龍角散にはまって、そうなんですよ、つながるものがあるというかそんなアイテムですね、はい、だいたいこういう感じかな。あと充電器だったり、こっちの緑のバッグ、タブバッグみたいな形で、気軽にバッとこうお出かけする時にの中身になるんですけど、実際さっきのポーチがここに入ってたりとか、まあします。これは、あのスタンダードサプライさんのお財布入れてつけれるので、この辺でこうできるっていうのは、そうですよね、いいですね。この色合いとかもね、すごくくすみブルーで可愛くて、このカードもね、ちゃんと仕切り、もあるから、カードもちゃんと入ったり、お札も入ったりとかするし、こっちにはね、このキッチェーンっていうか、はい、そう、フックもついてるんで、こういうの便利ですよね、ちゃんとね、ついてると。あとここもね、紐もこう引っ張れるので、なるほど。あ、そうなんですよ。取れたら本当に財布としても使えます、ね、あ、そうなんです、そうなんです。そこもね、すごくいいポイントだなと思います。はい、はい、次、これはね、まあ、普通にあのタオル、やっぱ夏はね、ちょっとハンカチタオルの方が汗がね尋常じゃない、はい、
のところでタオルですね。タオルあるのにティッシュないのかっていう、ね、こういうとこがね、女子力欠けてるなと思って、ね、と思いました。次にこれはこれです。かわいい。バブアさんとのイベントで、これ作ってくださった。でもね、この私も最初ね、コウメがね入ってると思わなかったんですよ。もう出来上がってきた瞬間にデザインをしていただいて、もうえ、コウメも入ってると思って、みんなもねサプライズで後から聞いて、すごい、もうこれ見た時にすごい嬉しかったです。もう可愛いですね。もうね、本当に。でももう秋冬が来るので、もうバブアさんの時期ですよ。またね、今年も楽しみですね。楽しみですね。はい、という感じかな。はい、はい、と、それでグレンロイヤルさんのマネークリップ、はい、マネークリップで、これもね、すごくおすすめで、こう、このスタイリッシュなんですよ。すごい薄いんですよね。そうで、ちょっとこうメンズ、今まではメンズの方がこうね使ったりとか、英国の方でもね多分こう主流だったりとかしてたんで、今はもう日本の男性とかもね、こうマネークリップで支払われたりとか。私でもマネークリップを使った時思ったんだけど、本当にね使いやすい。ここがやっぱりこれですぐこうピッて出せるんで、ここにそれはやっぱり使いやすいなと思いました。あとコンパクトすごく、はい、あと関水さん、私、はい、これ最近あれ関水さんお揃い？遅くない？で遅いです。結構何回もこれでしたね。そうなんですよ。私オールブラックにしました。なんかいいなと思ってましたけど、はい、髪の良さって何ですかね、いくつか使ってみて。でもなんかファッションに結構関係なく使えるし、携帯とはちょっと重いじゃないですか。肩掛けも疲れないし、まあ出し入れがないっていう。でもね、これすごいいいと思いました、ということですね。私の大体夏のバッグの中身の感じでした。もうね、皆さんやっぱね、バッグの中身って気になりますよね。そう、こんなものをね常備してた。結論から言うと、ハーブが好きってことですね。でも龍角散食べてから虫刺されは、もう体が、いや、わかんないです。たくさん食べると来ないんですか？でも、ハーブ、あれもいっぱいハーブですよね。だから、なんとなくその、発火みたいな感じとかは、なんか寄せ付けにくいのかな。もしかしたら。ね、皆さん、いかがだったでしょうか。雪フィルムって検索すると、バックって出てくるぐらい更新していこうかなってもう考えてます。私ね、今回ブリティッシュメイドさん別注と、私のジョンストンズさんの、ストールが、できるんで、それに向けてやっぱ小物もね合わせていきたいなっていうのが、やっぱりね、こうそこもね結構鍵になってきそうなんですよ、選び方が、ちょっとそのクラシックアンティークとかっていうのは私の中でこう、なんかこうイメージがあるので、各ブランドさんでそういったイメージできるものが秋冬でちょっとゲットできたらいいかなって思います。みんなで探しに行くぞ。ということで、皆さんさよなら。回ろう、また。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。